はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回はファントムアビスプレイしていきたいと思います。こちらのゲームなんですが、あの大人気ゲームフォールガイズを制作したゲーム会社様の新作ということで、今回はこちらアーリーアクセスさせていただきました。ゲームの概要なんですが、神殿への挑戦は一度だけ。一度神殿を出てしまうと二度と立ち入ることはできません。世界でたった一人だけが伝説の遺物を手に入れ、その神殿を永遠に封印することができます。神殿では過去にその神殿に挑んだ冒険者たちの亡霊がさまよっていますが、あなたが伝説の遺物を手にするための手助け、もしくは妨げをしてくれるでしょう。早々に諦めて戦利品を手にして戻るか、それとも伝説の遺物を求めて突き進むか、全てはあなた次第です、ということで、ゲームのジャンル的には非同期マルチプレイの自動生成ダンジョン、一人称視点のアドベンチャーゲームということで、もうこれはとりあえずやってみないと何とも言えないですね。早速プレイしていきたいと思います。スタート。やばい、これどういうゲームか本当に分かんないんですよね。説明だけは分かるんですけど、なんかゲームの映像とか全然見たことないんで。アドベンチャー、アドベンチャラー7、あれ、伝説のアイテムを手に入れろ的な。あ、マジ？ちょっとコントローラーにしてたけど、あ、一人称、あ、そうか。これ、キーボードの方がいいかもしれないですね。ちょっとキーボードでいきましょうか。はい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 。ラン。まあ、フォールガイズは3人称ですもんね。で、スペースバージャンプ。こう様々な障害物とかで乗り越えていけばいいんですかね。まあ、今のところ別に何の、まあ、苦もなくというか。え、スライディング、あ、ホールド、あ、なるほど。セーフティーロール、ヒッティングザグラウンド、あ、こう、なんだこれ。ちょっと待って。いた！いた！何？え？多分着地と同時に押すとこうローリングして避けれる的な？着地のダメージを軽減できる的なあれなのかな？あ、こうね。はい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 。了解です。左コントロール。スライド。うわ、やばいやばいやばい、気軽な気持ちで乗っちゃった。まあ、まあ、まあいいや。はいはい、こういう障害物をどんどん、障害物っていうか、こういう難しい場所をどんどん進んでいく的なあれなんでしょうね。はいはいはい。うわっなるほどね。え、これ、あ、なるほどね。こういう、はいはいはい、オッケーオッケー。危ねえ、行かれるとこだった、いきなり。ちょっとやばいぞこれ。はいはい。ああ、まあ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 、うわっ、ああ、なるほどね。ああ、まあ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 、まだまだ全然。あ、オッケーオッケーオッケー。これなんだ、お、いい、ピックアップ。アドベンチャラー、アドベンチャラー、アドベンチャー、アドベンチャーだよね。アドベンチャーウィップ。ムチ？お。ホールド、グラップ。え、なんか、つかめんのかな、これで。え、おー、あー、なるほど。乗れる。ここにけんの、おーおー、すごっ。はあ、なるほど。これでスタイリッシュにこう駆け抜けていく的な。スティープスロッパーキャントビーグラッピド。え、
滑るのこれ。あ、こっちじゃない。あ、あ、危ない危ない。パッ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 。あ、なるほどね。あー、すごい行けんのかな。こっちも一応行ける。まあちょっとこっち乗ってみようか。こうね、はい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 。なるほど、なんとなく操作感分かってきたね。ただちょっと慎重に行かないとな。まあまあまあ、ここはとりあえず降りて、こうですか。おっ、おっ、で今のところ結構、ちょっと待って、これなんか怖くない？これなんか大丈夫？これなんかパンパンってなんかパン殴ってきそう、殴ってきそうなんですよこれ。大丈夫だねなんかそういうのあるんじゃないのこれ。あー、いいのこれ。なんかアイテムあるっぽいけど、お、だ、大丈夫なんだろうなこれ。怖えよ。おっ、来た、レリック。お、取ったじゃん。来た。これな、レリック、クレ、クレ、クライミット。取ったってことかな。伝説その異物というやつをゲットしたぞっていうことかな。あー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 、一個取れたみたいな。イエー。よくやったみたいな。こっちに来い。はい、なんすかとりあえずなんか1個ゲットしたっぽい。どっちだ、こっち。 Come to me。 これかな。あ、トーク。一旦よくやった、アドベンチャーラー。 I'm ボダッチゴッドオブザアビス。ザアビスイズマイプリズン。イツユアプリズンナウト。お前のプリズンでもある。ザトレリックユーファウンドコンテインズ。な、あれか。ファウンドモアレリックス。その異物をゲットしなければ、この、この牢、この牢獄から出られないぞみたいなことを言ってるんですかね。こっちか、ネクストアドベンチャー。ニューパス。あ、でもこれ俺がさっき言ったところか。いや違うのか。ザ・マスケット・ディファイラー。おお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 、別のプレイヤーたちのこれ亡霊じゃない？え、普通にいけるんですね。普通に行けるそれ。ちょ、怖っ。あ、なんかお金落ちてる。あ、いけるね。はあ、みんな早いなあ、うーわ。ああ、そういう感じだ。はい、こっち行ってみるか。なんかあるな。ゲットして、あ、ここは大丈夫っぽいね。逆も？逆にも？あぶね。意外と遠い。あっ！おっ！あぶね。オッケー。で、通り抜けていって。おお、これは？まあ、とりあえず、一応こっち行って。はい。ああ体力が。お、素早く行った方がいいんかね。ここかーい。あ、行ってー。ちょっとやばいかもこれ。体力が、体力回復しないのこれ。え、どんどんこうやって上に登っていけってことかな。やばい、これ意外とむずいかもしれない、これ。はいはい。こっち登って、こっちかな？
なんだこれ。うわ、消える床だ。消える床？やば！あ、危ねえ。危ねえ。あ、取るか。やばい、やばい。いけた。オッケー。ハロー、アドベンチャー。アドベンチャラーなのかな、あれ。この先に何か。あ、ニューブレッシング。わかんないけど、買おう。ウィングス。あ、ヒール。あーざっす。あ、でっかい。なるほどね。ダメだ、もう買えねえ。なるほど、なるほど。ほんで、ちょっと体力回復したりだとか、体力減ってなかったら、ちょっとしたスキルが、みたいな。あ、OK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 。これ、まだもしかして全然ある的な？やばい。さっきの、いや、ちょっと見えづら。いったー。いや、これちょっと、いまだにちょっと、あれがわかんない。あ、こうか。連打しといた方がいいかな、これ。あ、キュキュキュ。連打しとけ、大丈夫っぽい。って。こっちのお金も取って。こっち行って。おお、なになになに。なに。これ何。おお。何よこれ。え。それ大丈夫なんですよ。その紫色の。あっ。あ、なんか。あい。サクリファイスイット。生贄となった。うわー、マジかー。あ、浅かったかー。うわー、でもこれ何回もやりたくなっちゃうなー。あれ何ステージまであるんだろうな。あ、ハロー、また会ったなー、みたいな。The first this hurts the most。あら。Go to the portal again. もう一度ポータルに行け。Give. 諦めるな。もう一度ポータルに行け。わかりました。もう一回行ってみます。金ゲットして。お金ゲットして。はいはいはい、そういうやつね。はいはいはい、はい、こんなんもう、うわあれ生きてるじゃん。あ、そうなの。許されたま、ま、いいんだ。ここよ、ここ、こうね。はいはいはい、うわあちょっと待って、ちょっと待って、行って行って。違うのよ。違うのよ。違うのさ。あ、あ、あ、あ。おお。うわだんだん雑になってってる。ちょ、真面目にやろう、真面目に。やばいやばい、ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケーナイスナイスナイス。オッケー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 。そっち行けんの？ほう。あ、これね。はいはいはい、注意して。こっちからとか、あ、こうやって行ったりもできるんだね。こっちなのか。お、なんだこれは。おい、なんだこれは。どん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 足場が。これは？これ何？これ何なのよ、みんな教えてくれ。
これなんどうしたらいいのこれ。ええなんでどうやって抜けたの。なんか持ってないよ俺。足りてないアイテム。なんかあるのこっちに。あれかな。これかな。これ取んなきゃダメっぽい。こういうことか。やべ、俺だけめちゃくちゃ置いてかれてるじゃん。うわー。はい。やばい。ごめん。うわー。やべえ。やべえじゃん。買えない。やばい。また体力こんな状態で進まなきゃいけないの俺。やばいって。浅い動きしたせいで。なんかもう誰もいないし。いるわ。やべこれ。いや、せめてステージ3ぐらいまで行きたいな。じゃもう一回、これ何？ムチ？これはムチか。なんかわかんないけど、このムチにしよう。危ない。駆け抜けたいな、やっぱりね。誰よりも早く駆け抜けたいな、気持ちは。待て！俺が先だ！なるほどね。なるほどね。先に行くしかない。キュッ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 。いって。まあ、まだ。ダメージ浅。なるほど。これまたこっち取りに行かなきゃいけないやつだ。これ取ってね。はい、いいぞ。早いぞ。結構早いぞ。よし。けいけい。ここね。さっきダメージ食らったからな。一応ちょっと気をつけながら。からの、あぶっ。はい。なるほどね。危ない。はい。危ない。はい、見えてる。見えてるよ。いいよ。よしよ。こっち行ってみよう。ジャキーン。よし。今回スムーズいいよ。危ないよ、なんか今。なるほどね。弓が。じゃ、アイテムがことごとく取られてるやないか。来た、バイ。ラッキー、ダブルジャンプ。うわ、これ強いんじゃない。これ強いんじゃない。これは強いぞ。今回は早いし、あんまやられてないし、スムーズだよ。こうやったら落下ダメージも軽減できんじゃない？なんだ？俺にもくれ！俺ね、もらえないのかこれ。危ない。オーケー。痛い。マジ？ダメージ食らうんだ。これ開けたら何？開けた人しかもらえないのこれ。じゃあもうどんどん進んでって、俺もお金ゲットしたいな。全然行くしかないね。おっ、ダブルジャンプ強い。ここか？いや違うな。危ない。
こっちか。え、こっち？え、これこっちやん、これ。あ、合ってる、合ってる、合ってる。合ってるっぽい、合ってるっぽい。あ、いいね、いいね、いいね。まだこんなにあるの？ちょ、お金、お金、お金。ちょ、お金がさ。お金くれ、お金。え？やばい、なんか広い。え？よし、いいぞ。俺にはダブルジャンプがある。こっちかな。おおおおお。あれ、なんかたどり着いた。 Behind me lies two passes. Relic and Giant Door. おお、これ大丈夫か。 The Caverns Journal なんか about time. Descend the stayアーズブリングミーザットレリック。なんか二つの嘘がうんちゃらかんちゃらみたいな言ってたけどな。何これ、言っていいのかな。もう話半分に言ってしまったんだが、なんかドアが二つあるみたいなこと言ってなかった、気のせい。なんか開かないね。人が行ってない方に行きたいな。うわっ、危ねえ。あっ、来た、久々に。あー、気持ちいい。ちょ、なんかアイテム買わせてほしいわ。おい、わい、わい、だ、まね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 。あ、まね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 。あ、まね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 。なんだ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 。うざ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 、何よこれ。うわ、なんか撃ってきてるやついるのか。ちょ待って待って、落ち着け。お金はある。うわ、あいつか。ちょ、こっちじゃない方に行こうかな、じゃあ。こっち行ってみるか。はいはいはい、どんどん下がっていっちゃいますね、これ。はいはいはい、ここ行けるじゃん。はいはい、オッケー。なんだこれ。おお、赤い何か灯して、ドゥンドゥルドゥン。これやろう。スライド、ロングウィップ、ロングウィップ。あ、赤を取ったから次青を取らなきゃいけない。こっち行かなきゃダメってことか。オッケーオッケーオッケー、理解。オッケーオッケーオッケー。うっ、はい、いいぞ。見えてるよ。うわ、こいつ出た。ちょ、やめろ。あー、これあれか。オッケー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 。やばい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 。それやめろ、それ取り行かなきゃいけないですね。うわ、うざい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 。うわあ、甘えたー。うわ、結構いった。
ったのにな。うわ、二段ジャンプ強かったな。くっそ、なんでこんな調子乗った。はい、そんなわけでいかがでしたでしょうか。ファントムアビスプレイしてみました。なんていうかな、別なプレイヤーを追っていくとお金がね手に入らなくなっちゃったりだとか、この迷宮を有利に進めていくためにはやっぱお金が必要っぽくてね、なんでちょっと先陣切っていってお金を稼いでスキルを獲得しないと結局後々厳しくなるよみたいな。ただね、自分が処刑になっちゃうから難しいみたいな、なんともこう絶妙なバランスのいいゲームでしたね。こちらのゲームは6月にリリース予定ということで楽しみですね。そんなわけでありがとうございました。